みなさんこんにちは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行っていきます。本日のテーマがですね、サーマクールが効果がないという噂を聞いたということで、それが本当なのかどうかということを解説をしてほしいというリクエストをいただきました。サーマクールが効果がない、本当にマジで、それどこで監督聞いたんだろう。それ、いやでも Google でもサーマクールって言ったら次に効果ないって出てきます、なるほどですね。これはですね、私ハイフの治療にも共通するところではあるんですが、何をもって効果と定義するかということによると思います。例えばですね、ちょっといきなり症例写真からお見せをしたいと思います。こちらの患者様が当院でサーマクール、サーマクールもいろんな世代がありますが、一番新しい第4世代ですね、サーマクール FLX という機械をお顔全体に照射させていただいた男性の患者様のビフォーアフターです。1回の照射ですね。どうでしょう、ほうれい線の上の頬のボリュームだったりフェイスラインのボリューム感がグッと引き締まって、なんとなくお顔がキュッと締まって小顔になって、そしてたるんだ印象が改善されたかなと思うんですね。私この写真がすごくサーマクールのイメージにとても近いと思っていまして、患者様にサーマクールぜひおすすめしたいなという方によくお見せをする写真なんです。ある程度1回の施術で費用もそこそこします。 FLX だと、例えば20万円近くしたりですね、第3世代の CPT のものでも顔全体で8万円とかしてくるので、他の例えば光治療とかレーザーに比べて値段が高いですよね。そしてやっぱり通常の機械の例えばじゃあ5倍とか10倍お顔がグッと引き上がると思ってしまうと、ちょっとそこがミスマッチが起こるので、必ず私はこういう写真を見ていただいてイメージをつかんでいただきます。例えばね、たるみが気になる、ここのたるみが気になるのよ、こんな感じで上げたいのよって言った時に、こうやって上げてる操作をやっぱりされてる方っていうのは、やっぱりこうリフトっていう効果を求めてる方にとってサーマクールっていうのはリフト効果としては分かりにくいと思います。例えばこの患者様の、そうですね、こういうほっぺのシミがですね、数ミリ上に上がったかというとそんなことないんですよね。クッと上がるという感じではないんですよね。どちらかというともたっとしたものがピタッとこう骨に張り付くっていうイメージが近いかなと思っているので、なんかこの感覚がずれてしまうと全然高い割に効果なかったよ、どうしてくれるのよという話になってしまうので、ここはきちんと理解をする必要があるかなと思っています。ちょっと女性の患者様で少しお若めの方の写真も出してみましょうか。こちらの患者様どうでしょう、すっごいリフトって感じじゃなくてですね、ただなんとなく頬の重心は上がった感じしますよね。ほっぺ自体が上がったというよりはちょっとこう下膨れっぽく重たくなってるお顔の下半分のボリューム感が締まることによって顔の重心が上がったっていうイメージなんですね。こういうニュアンスをご理解いただける方と全然わからないという方がやっぱりいらっしゃるの事実なんですよ。で特にこうやってお写真でお見せした時に、うわー素晴らしいわ、受けてみたいわという方とですね、えこれどこが変わったのっていう正直な反応してくださる方います。それやっぱりね、えこれどこが変わったのか分かんないわというタイプの方にサーマクールじゃあ20万円ですとかで受けていただいてもミスマッチなので、そういう方にやっぱりヒアルロン酸とか、場合によっては糸とか、ボトックスとかそういった注入治療だって、場合によって外科的な治療までお話ししないといけないかなという時もあるんですね。あともう一個がですね、サーマクールって結構歴史がある機械で、当院のスタッフとかでね、長くから働いてスタッフ、うちの YouTube にも出演よくしてくれる笹入さんってね、伝説の受付カウンセラー、彼女が湘南に入社した頃、その時から彼女受けていて、受けて激変その瞬間したんじゃなくて、当時から何回かずっと受けている中で、彼女も40数歳ですけども、40数歳の彼女を見て、40代なんですか、肌綺麗、肌が張り上がりますね、たるみ少ないですねと思う、この感覚がサーマクールの底力なんですよね。何もしてないようでいて、ずっとかけてきたお金の分が5年後15年後20年後とかってなった時に人と差がついてくるっていうね、これがやっぱり私はサーマクールの良さだと思っているので、その辺がご理解いただけるかどうかが大事かなとは思います。
今のお話聞くとハイフとサーマクールってかなり似てる感じが効果的にするんですけど、はい、どういう人がサーマクールがいいんですか？ですね、いい質問ですね。サーマクールはターゲットとなる組織が皮膚だったり脂肪の組織に熱を込めます。なので比較的お顔がちょっとボリュームがあるタイプの方には特に熱が入ってギュッと締まると分かりやすいかなと思います。あとサーマクールアイっていう目元の機械も結構人気でお好きでずっと続けてる方もいるんですけど、やっぱりちょっとまぶたが腫れぼったりとかちょっとこうたるみで少しこの辺がもたっとしてる方が少しすっきりさせたいっていうのはいいかなと思います。目の下もそうですね。年齢とともにこうくぼんでくるタイプの方とちょっとふっくらあの目袋が出てくるタイプの方いると思うんですけど、ちょっとボリュームがあってだるーんとハンモック状にこうたるみが出てきてるっていう方の引き締めなんかにいいので、ちょっとそこは見させていただきます。お茶顔さんかどうかみたいな。で一方でハイフは、まあ、皮膚や脂肪にも多少作用もちろんするんですけども、あの面白いのはそれよりももうちょっと深いところ、筋膜層ないしは筋膜層よりちょっと上のところですねをターゲットにやっていくので奥が引き締まるという作用があるんですけど、まあ、この辺はぜひお顔立ちにさせていただいて、あのどの辺が上がるとこういいかっていうのを見させていただいて、よりあなたはこっちっていうのを言えたらありがたいなと思います。サーマクールも種類あるじゃないですか。あります。それの違いは何ですか？サーマクールは当院で今を使っているのがサーマクールの CPT という第3世代と、あと一部の院では FLX という第4世代、一番これがあの世界で一番新しいサーマクールがこの機種です。この2機種は扱っています。まあ正直言うとこれ機械のこの性能としてはほとんど一緒なんですね。ただ機械のチップが FLX の方がちょっと一回り大きくなっているので、より少ないショット数で施術が終わります。サーマクールっていうのはやはりですね、ちょっとね施術が痛みがあるというので有名な機械で、ちょっとでも痛くないものを私もそうですけど望んでいます。施術時間がやっぱり短縮できるっていうのは一個いいことですし、あと FLX 新しい世代の方がより機械のクーリングとかバイブレーション機能が性能が上がって痛みに感じにくくなっているというふうに言われています。あと機械のチップが一回り大きい分熱も深く奥まで入るというようなことも言われていますので、そういった違いによってフェレックスの方が一般的には上位機種として扱われて価格も高いんですけど、 CPT も未だにものすごい根強いファンがいてですね、ご予算とかに応じて全然 CPT であのやってくださる方もいますし、全然それでもご満足という方もいますから、そこは要相談ください。ということでサーマクールの効果ないかどうかっていう話をしたんですけど、あのちなみにですね、あのサーマクールのなんかこうそっくりさんみたいなものが巷でいろいろ出てるんですね。そっくりさんが本当のそっくりさんとサーマクールっぽいんだけど実際は皮膚が比較的浅いところにしか熱が入ってない、痛くないサーマクールと言われていて、そっくりぶってんだけど全然そっくりじゃないっていう機械がいるんですよ。ちょっとこれはもう中傷、誹謗中傷になって嫌な商品名言わないですけど、だからなんかそっちの機械は確かにサーマクールほど効果ないかなと思うことは しばしばありますので、はい、あの情報に振り回されないように正しい情報をあの私も発信していきたいと思いますし、皆さんも気をつけてみてください。ということで今日も授業ありがとうございました。